はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、アイツーさんと、この世界を探訪していきますよ。前回の恐竜さんとの戦いを終えて、また走っております。東へ向けて移動している。湿地帯に町があるという噂を聞きつけてな。そろそろ休みたいですからね。恐竜さんと戦ったダメージも残っていますし。ああ。というわけで湿地帯に突入したが、ジメジメしてるな。そりゃそうでしょうね。湿地帯だし、昼とか、そういうのがいそうだ。オーナーは、昼さんの経験は？ありがたいことに、まだない。登山していた時も、低い山中心だったしな。神奈川の丹沢とか行けばいるんだろうけど、ぜひ経験してきてください。嫌だよ。何かと戦闘になった。何？こいつら。人間でしょうけど、ガスマスクみたいなのつけてますね。ベストマスクみたいだな。まあカラス顔というより、セミの顔っぽい？確かに。さておき、恐竜さんの後のこれはきついです。なんとかなってるのは、七をくぐり抜けてきた経験か。フォグマンさんに感謝しましょう。断る。こいつらを倒したら、町までもうちょいだ。みんな、頑張ってくれ。感覚的には、フォグマンさんの重装タイプぐらいの強さかな？大体そんな感じだな。ほぼ勝負あった。速やかに休める場所まで行きましょう。あら、アイツーさんが何かに、何これ？小型の雲か。タイミングが悪い。なかなか一息つけませんね。強くはないですけど、ちゃっちゃと蹴散らそう。さらに別の人たちから襲撃されてます。ああ、もう、なんなんだここは。茂みが多いから、アングラな人たちが住み着いてるんでしょうね。アイツーたちは、まだ大丈夫かな？余裕があるわけじゃないですが、なんとかしちゃっております。そうか。ちょっと、フォグマンに感謝したくなってきた。感謝を込めて、オーナーがもぐもぐされます？嫌だ。お、シェクまでいるのか。うちに来てくれませんかね。でも、食べられそうになってないか。その縛りいる？アイツーさんは、シェクさんにも負けていません。装備と鍛え方が違うな。つまり、よく鍛えられてさえいれば、人種など些細なことである。じゃあシェク王国に勝ち込みに行きましょう。そういう話はしていない。ふう、やっと倒しきったか。こちらも何名か気絶しております。応急手当てをして、また移動しましょう。町の手前に、村があるみたいだ。休めるかもしれないから、まずはそこを目指すか。そうしましょう。さすがに、ダメージ蓄積が多いです。水の中を移動中。大丈夫？シルベスターの顔が水中に入ってない。ちょっとぐらい息を止めて我慢してもらいましょう。持ち方変えたらいいんじゃね？また戦闘になってるし、村の中だよね、ここ。そうなんですよ。でも村というか、密売貿易の拠点みたいな雰囲気です。住人はいるよね？おります。加勢してくれないの？見てるだけですね。しゃあない。なんとか切り抜けよう。倒しました。味方で立ってるのは、アイツーさんとスカーレットさんだけですね。相手はあと3人。いけいけ。リンダさん復活。きついだろうが加わってくれ。ラストです。セミマスクさん、お覚悟。終了。急いで移動準備。さっさと町まで行くぞ。そうしましょう。の前に、何売ってるかだけ見ていくか。何その余裕。いやほら、せっかく来たんだし。ハシか。なんです、それ。朝の樹液だな。もちろん麻薬だ。やっぱり、ここはアングラな村なんですね。休めるところもないし、早く移動しましょう。でももしかして、お金になったりします？なるとは思うけど、真っ昼間に歩けなくなりそうだ。じゃあやめときましょう。町に到着した。ここはまともそうですね。ようやく休むことができます。緊張感のある場面が続いたが、なんとか突破できた。ありがとう、フォグマンたち。熱いに感謝してる。回復完了。何か面白いものはないですかね？ちょっと散策しては見たんだが、普通の武器ぐらいしかなかったな。あと、ここでも橋を売っている。本当に、そういう場所なんですね。雨のせいで世界も重いし、早めに移動しましょう。重いよな。で、どこに行くかだが、湿地帯を抜けて、さらに東へ向かおう。なかなか腰を落ち着けられる場所がありませんね。モングレルのように、あそこも大概だったけどね。では、出発。さようなら、ジメジメの街。お薬は、用法用量を守ってご使用ください。そもそも使わない方がいいかもね。
地帯を抜けたはいいけど、また戦闘か。機敏の人たちのようです。ヒラ・フォグマンさんよりも弱そうですね。すっかり強さの基準がフォグマンだな。どちらかというと、食用にされてた元召使いって感じか。ですね。ただ、数が多い。元召使いさんと、フォグマンさんとの合いの子ぐらいです。なんだかすごくおぞましいな。アイツーさんたちが、バッサバッサと切り倒す様子を早回しで見てみましょう。こいつでラスト、弱い者いじめをしているようにしか見えませんでしたね。それはその通りなんだが、あいつなんか、片腕がない状態で始まったんだからさ。そういえばそうでした。人を襲うなら、それなりのリスクはあるってことですね。そうだな。おや、綺麗な惑星、衛星かな？宇宙ロケット技術のない世界で、こういう光景は、どう解釈されるんだろうな。地動説がすんなり受け入れられるのでは？あときっと、ニムゲがいます。ニムゲ？そういう、悪い人たちがいるんですよ。へえ。おっと、恐竜さん。こいつら、いろんなところにいるよな。旅の途中で出くわすのは、なかなか辛い。アイツーさんたちの足の速さにばらつきがあるので、戦闘でも後ろの方でも、戦力を集めるのにちょっと時間がかかりますね。先輩の背中を追わせていたが、足並みを揃えて移動するようにするか。それがいいと思います。次の休憩ポイントが不明な以上、かかる火の粉は、最大火力で振り払いましょう。余計燃えそうだな。朝です。新しい朝が来ました。希望の朝ですよ。ラジオ体操？すっかり砂漠地帯になったな。はい。かなり乾燥しているので、雨が降らない地域なのでしょう。降るといえば、そうですね。レーザーぐらい。本当にレーザー降っとる。なんじゃあや。この辺りは、世にも珍しいレーザーが降る地域だそうです。あまり聞きませんよね。初めて聞いたよ。攻撃衛星でも暴走してるのかな？なのかな？恐ろしい光景だ。なんか、ラピュタに、ああいうのありましたよね。もしもしの人が起きるところ。もしもしの人？まあ、あまり近づかないでおこう。そうですね。ゴミのようって言われちゃう。街が見えた。なんとなく、文明力が高そうな見た目です。安全な場所だといいですね。今回も、いい感じにダメージが蓄積してるしな。あれは、背部の商人さん。相変わらず熱心というか、しつこいな。泳いでついてくる。行商している人たちもいるんですね。ノルマ達成頑張ってくれ。でも、うちは結構だ。応援だけしております。だいぶ近づいたな。確かに文明が発達していそうだ。ですよね。風車で発電してるし、何より、あの巨大な台、ラピュタミがある。どんな身だ。よし、もう一っ走り頑張ろう。敵襲です。相手は、空手家さん。道着を着てるな。そして素で、野良の空手家さん。確かに野良っぽくはある。うお、アイツーが蹴りで落とされた。打たれ強いアイツーさんを沈めるとは、この人たち強敵なのでは？体つきがやばい。なんだあの筋肉。上半身の筋肉が発達しすぎて、下半身とのバランスが取れてませんよね。数だ、数で押せ。撃退しました。ふう、人数が少なくて助かった。同じ数がいたらまずかったですね。回復だ、回復を急ごう。はい。しかし、野良空手家さんたちは、格闘の可能性を見せつけてくれました。確かにな。武器なんかなくても、あれだけ戦えるんだな。パーティーに、一人ぐらい武闘家さんがいてもいいかもしれません。仲間になった暁には、アリーナさんと名付けましょう。なんで女限定なの？無事に町へ入れたな。あいつも気絶してることだし、休憩しながら今回は終わろうか。はい。ゆっくりと、旅の垢を落としてください。ではでは、引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴ありがとうございました。なんとなく、寝てばかりですね。だって、毎度ボロボロにされるんだもん。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。